北塩原村の諸橋近代美術館は冬の間の休業を終えて今日再オープンしました。合わせて新しい展覧会ダリとハルスマン展が始まりました。20世紀を代表する芸術家サルバドール・ダリとラトビア出身の写真家フィリップ・ハルスマンが37年にわたって共同制作した作品60点が展示されています。合成や連写などの技術がない当時の革新的な写真が並びます。37年間に及ぶですね、ダリとハルスマンのですね、様々な試行錯誤と、そしてユーモアと創造性に満ちた写真作品の表現というのをお楽しみいただけたらなと思っております。ダリとハルスマン展は6月25日まで開かれています。